放送になります。インドネシアの経済金融、こちらのねライブ、専門ライブを予告通り明日15日の21時から行います。これにはですね、まあ、私も登場するんですけども、私のね、まあ、相棒といいますかネオ FP 藤井も出てまいります。そして今回のプロジェクトにもう本当に多大なるねご協力をいただいている広報社長、こちらのね今回のツアーのインドネシア金融ツアーの主催をしてくださってます広報社長も登場してですね、皆さんからのご質問にどんどんお答えしようかと思います。現時点で468人のライブ参加者さんの登録をいただいております。本当に非常にたくさんの方ありがとうございました。前回もね400人500人のご参加いただきまして、まあそれでそのうちの20名から30名の方がねツアーに私と一緒に行ってくださるって話だったんですけども、今回も7月28日から8月1日までのインドネシア金融ツアー、こちらの方はもうすいません定員はとっくに達しちゃったんでもうお申し込みはできないんですけども、また次回ね、私とそれからネオ FP とそれから広報社長と一緒にインドネシアバリ島に行ってですね、そしてバリ島のレジャーを楽しみながらバリ島の有利な金利で楽々お金を増やすというねこんなこと言ったらまたいやらしいんですけども、でも本当に国営銀行、 OCBC 銀行、 BRI 銀行の口座を開設して、そこに今までね日本の銀行に入れてた金額を少しだけ分散して預金していただくと、こちらの方は年利 7% でどん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 お金が増えていくという形になっています。でもそれだけじゃないんですよね。年利 7% で増えるだけには飽き足らず、その銀行を開くことによって有利な本当は普通の人には絶対に、口座が開かれないね、インドネシアの株を買うことができるんですよね。で株を買うのも大それたことじゃなくて、本当に、ね、数十円から買えるんですよ一株。どうでしょうかね、1000円とか2000円インドネシアの株を買っておくってのはどうですかね。そして10年20年30年と長期で寝かす、これこそねほっとくだけってやつですね。ただし10年単位でほっとける方じゃないとあんまりね恩恵は得れないと思います。半年とか1年でどうにかなるもんではありません。本来株式の投資っていうのは30年スパン50年スパン墓場までもう入れっぱなしでもうくれてやるみたいな感じでやるもんだというふうにね、ウォーレン・バフェットさん、その他の有名な方から私もね書籍から学んだことがありますけども、確かにねそのちょこまかと下ろしたりとかなんとかではなくって、もう完全に配当とかそれから優待券っていうのは日本にはありますけどね、そういうもので、暮らしっていうのは潤していくわけであって、元金を下ろすっていう瞬間が基本的に株としてはね株の概念としてはないんではないかなと思うぐらい長期で見ていかないといけないのかなと思います。その辺もですね、私も株の専門家ではありません。 FX はそこそこ自信がついてますけども、株については全くの素人ですから、その辺も込みでですねこれから一緒に勉強していく、そんな場所を設けたいと思います。明日、7月15日明後日か7月15日の21時から Zoom のライブに、チャンネルをチューニングしてください。よろしくチューニング。それでは失礼します。お、長谷さん、久しぶり。